玉川ハンナです。今回はなんと東京ゲームショー2024のカプコンさんブースに招待されて東京ゲームショーを初めて楽しんできました。ということでいっぱい映像を撮ってきたんで、少しハンナのワクワクをみんなにお裾分けしようかなって思ってます。デッドライジングデラックスリマスターの試遊もさせてもらったんですけど、たっぷり楽しめて本当に楽しかった。あの例の歌も聴きましたよ。公認ミラー配信をさせてもらった次の日に行ったんですけど、ミラー配信で見た通りのグッズがいっぱい置いてあって、テンション爆上がりって感じでした。これとかすっごい可愛いプーマンとアイルのコラボ、めちゃくちゃ可愛かったです。他にもいろんなものがじっくり見れて、本当にとってもワクワク、初めての東京ゲームショー最高って感じでしたね。ハンターちゃんとアイルちゃんと武器、めちゃくちゃ人気なフォトスポットでしたよ。そしてなんとモンスターハンターワイルズを一足先に親友させてもらったよ。めっちゃよかった。こちらが映像なんですけど、ちょっと撮影の機材の不調で色味が若干とてもすごい違うのと、音声もプツプツしてたので、今回は完全副音声でお楽しみください。土砂熊討伐クエストをやったんだけど、こうやって大きいねうんちをね投げつけてやるの、お姉さんに教わりながらやったんだけど、見ててざっくり紹介します。あ、ネタバレ注意だよ。ある程度傷をつけたらクエストが開始して、紹介の映像でもあったんだけど、本当にワールドの天候がみるみる変わってね、すごかった。こうやって、そう、こうやってね、救難信号をポンって出すと、NPC が助けに来てくれるんですよ。痛い痛い、めちゃくちゃ。よそ見をしながら、お姉さんに教わりながら動いていましたよ。頑張ってる。ほら仲間が来た。で、傷つけるとこうやってね、赤く光る集中モードがあるんだよね。これはね、ぜひやってみるとわかると思うんだよね。武器が2個持てるから、ハノはいつも剣しか持たないんだけど、こうやってね撃ってみましたよ。初めてクエスト達成、恐ろしかった。そしてこうやって剥ぎ取って、なんとこれすごい驚いたんだけど、土砂グマちゃんに乗れちゃうの。今までね、お腹の中入ったりとかできたんだけど、入れるかなーってやってみようとしたら、できない。これはすごいよね。クエストクリア。クエストクリアした後も少し遊ばせてもらったんだけど、このねワールドを探索してみましたよ。セクレトちゃんに乗ったり、あとアイルちゃんがいっぱい話しかけてくれたの、可愛かった。そしてこうやって自分の好きなところにキャンプを設置できるやつなんだけど、やってみたらもうすっごく可愛かったんだよね。ちゃんと中に入れて、こ
こうやってアイテムの入れ替えだったりとかお食事だったりとかいろいろできました。ちょっと安全じゃないところに立てちゃうとこうやって目を離してる隙とかに潰されちゃったりしちゃってたんだよね。でもこうやって撤去とか直すとかできるみたいで、本当にアイルーちゃんがいっぱいいっぱいやってくれててね、かわいいってなったな。ご飯がすごい飯テロだっていうから食べてみようと思ったら、なんといいタイミングでドシャグマちゃんが現れましてね、とってもとってもとっても逃げて、なんとかお肉を食べたんですけど、ちょっと画面の色味の都合上美味しさが半減以上しちゃってるんだけどね、本当にやってる時見たら、もうこの映像を見ただけでお腹がとてもすく感じだったんだよね。ぜひ本編をやって飯テロ食らってみてください。ということでこんな感じで東京ゲームショウ満喫してきました。楽しかったです。